アンビシャスミッション。はい、どうも、トースクチュートレンのつくもです。ということで、アンビシャスミッション共通ルートパート31、続きからやっていきたいと思います。やっぱ兄ちゃんすげえ、あんな重たい本をあんなにいっぱい。おう、男ってのは利用されてると分かってても力仕事では意地を張らなきゃいけないからな。干しておいたものを中に戻す作業の途中だった。もうほとんど作業は済み、あとは小さいものだけ。チビたちでも大丈夫な段になり、どうしたプラム、ちっこいのが干しておいたものを一つ抱えているのに気づく。本だ。だって耳バツ。タイトルを見る。竹取物語。竹取物語だな。竹って漢字は読めるのか、偉いぞ。これってどんなお話？かぐや姫って言ったらわかりやすいかな。かぐや姫は知ってるか？知らないか。だな。あらすじをしようとしたその時。と、悪いプラム。スマホが鳴った。見ると、かぐやからルインが入っており。緊急事態、今すぐ来て。とのこと。姉さん、悪い。呼ばれた。ああ、もういいよ。手伝ってくれてありがとう。帰る許可をもらう。じゃあ先に。ああ、姉さん、プラムにその本読んであげて。了解。みかお兄ちゃん、またね。お。ああ、ちょい待ち。プラムに手を振り、背を向けたところで、また姉さんに呼ばれた。なんだ、振り向くと。今日のおだち。またこれかよ。胸ポケットに、またスズランを入れられた。整理してる途中に一本折っちゃってさ。あんた好きでしょ。別に好きでは、まあいいや。じゃあな。バイバイ。駆け足で戻った。かぐやが緊急事態。珍しい。どうした？ブルズアイが明日海外に出されるって。は。焦った様子のかぐや。ブルズアイってあれだよ。かぐやが狙っているものの一つで、昨日盗んだものともう一つ入ってきてたっていう。昨日の事件を受けて美術館がしばらく閉鎖するんですって。それでブルズアイを含む数点が海外へって無茶な処理をされてる。わざわざここに来て教えやがったあたり、 100% おば様の罠だけど。すいません、昨夜のトラック中をあの塗料でベタベタにしてそのままだったので、警察に美術館を動かす大義名分を与えました。ああ、なるほど。俺と A ちゃんがやり合ったことで状況が悪くなったらしい。海外に出されると取りに行くのが難しいわ。今夜中に動きたい。行ける？無理なら私がやるけど。いつになく焦ってるかぐや。やれやれ。行けないなら今日ここに来てね。よろしく。はい、それじゃあメイクするよ。お。小林先輩、ニジム先輩は三影さんのメイクもあの距離感なんですか？本郷さんのテンションは最初驚くよね。まあすぐに慣れるから。本郷のメイクを受ける途中。なあ、かけ。ん？お前って自分の手の中には何があるか考えたことってあるか？はあ？何の話？自分が今何を掴んでるか。何なのよ、哲学？今逃走経路の順番決めしてるから頭使うのは後にして。じゃあ気が向いた時に考えててくれ。はい、完成。サンキュー。1時間ほどして終わり。なんか最近のミカチメイクに慣れてきたね。そうか。最初の頃みたいな初々しさがない。もっと照れまくるミカチの方が可愛いのに。お前がそうやって照れさせようと顔近づけまくるから、こっちもスルースキルスキルを得たんだろう。これからは、モテ遊ぶなら八重ちゃんにしろ。そうだね。三影さん！こっちで侵入、こっちで逃走。いけるかしら？三影なら問題ないかと。いざという時は私がサポートします。ただ今日は新人ちゃんがサポートとしてどれくらい動けるかも見たいわね。工作を二重にするには時間が足りないかと。ツバメが2倍働けばいいんじゃない？ですね。
ですね、無茶ぶり。でね、男子はこっちの隅っこで着替えることになってるの。はあ、だからこうやって覗くと。わあ、見るなよ二人とも。すいません。とまあ、ミカチのサービスシーン見放題なわけ。見ちゃダメですよ。面白いんだよ、ミカチってね。背中に三角形のほくろがあって。はあ、ありますね、背中にほくろ。知ってるんだ。朝遅れそうな時起こしに行くと、いつもその場で着替え始めちゃうので、流れで。なんと、新入りだからからかおうとしてたら制裁が出てきたやつか。人の裸をネタに使うな。着替えを済ませ。あれ、その服昨日の塗料がもう。色だけは 99% 落としたよ。匂いがちょっと残ってるかもだけど。気になるほどじゃないぞ。そんなに簡単に落とせるんですね。石川家の秘伝とやらは、有瀬家は随分前から探っていたようだぞ。塗料に限らず、技術も情報網も。ぐぬ、表と裏でやはり差がついていましたか。さて、それじゃあ、あと30分で出てもらうけど、何かある？特には。ああ、さっきの質問の答えは。お？なんだっけ、私の手の中にあるもの？あ、私の…やっぱわかんないわ、どういう意味？実は俺もよく分かってなくて。何よそれ、哲学を振るなら答えは用意しときなさいよ。しかもなんかちょっと気になってきた。私の手の中にある、私の掴んだものか、やっぱ分かんないわ。だよな、俺もかぐやも怪盗の先輩であるあのじいさんの言うことはまだピンときていなかった。ただ、あ、でもお前お金は持ってる。は？一生食うに困らない程度の金は。そりゃお嬢様だし。だよな、12の宝石を集めていくつくあのレコード、あそこにアイルの子守唄があるとして、それで得られるものは F コインの手数料、莫大な金、莫大な時間泥棒。だがそれはかぐやが求めているものではないはず。大きな金額の金ってだけなら、お嬢様のこいつが逮捕されるリスクを冒してまで追い求める意味はない。かぐやの真実はまた別にある。下見の時間が欲しい。出発するぞ。はい、車を出してくれる先生について俺も初期配置へ向かう。今夜も賑やかになりそうだ。はーい、タケ、まつり、プーちゃん、そろそろ寝る時間。はーい。うん。やれやれ、ミカが来た日は妙に物分かりがいいんだから。あのお姉ちゃん。ん？どうしたの、プーちゃん。あのね、そのだってだって物語、かぐや姫を、その、あ、しまった、かぐや姫読んでやれって言われてたっけ。じゃあ寝る支度しながらお話ししようか。うん。みかげ、着いたぞ。ありがとう先生。一人、いつもの街を見渡しやすい場所へ。今夜も夜風が心地よかった。ただ先生に合わせてきたから待機時間がちょっと長い。あ、さっき着替えた時ついでに持ってきたものに気づく。さすがにこれは盗みの場には持っていけないよな。落としでもしたら DNA 鑑定だかなんだかで、最悪俺の実家の場所がバレるかも。でもここに捨てるのも。時間はもうしばらくある。つまめ、悪いんだが寄り道するから、時間がやばくなったら教えてくれ。寄り道？ちょ、どこ行く気よ。ご挨拶にな。夜空へ飛び出す。グライダーで風を捕まえ。どこですかね？病院ですかね？
やっぱり。こんばんは、怪盗さん。あ、冒頭の一番最初のシーンですね、これはね。こんばんは。今日はその姿で会いに来てくださいましたのね。歓迎されることは分かっていたので、同じもので申し訳ないけど、手土産も忘れておりませんよ。例のスズラン、おとといに続いて差し出した。ありがとう、怪盗さん。ねえお姉ちゃん、かぐや姫ってどんなお話？そうだな、昔々かぐやっていうすごく綺麗な女の子がいて、彼女はたくさんの宝物を欲しがって、けれど何も手に入れることなく月へ帰ってしまうお話。何も？何にも。触れられるものは何一つ手に入らなかった。夜風を切って飛び出そう。この高さからジャンプするのもすっかり慣れたな。応答して、準備できてる？ちょうどいいとこだ。翻したマントの繊維が固まり、簡易な炎になる。それはそのまま俺の体重をさらい、グライダーのように俺を風に乗せた。空の高さからこの街を一望する。北海道札幌市、俺の住む街よ。あと20秒だよ、ハリーハリー、急いでください。でも慌てずに、怪盗はあくまで優雅に機敏によ。予告した時間より早くても遅くてもダメなんだから。分かってるよ。みんなのハートとため息を盗むんだろ。相変わらず変なこだわりのあるやつだ。言われなくとも予告した通り。はい、というところで、以上がね、多分共通ルート
の最終と、なりますね。でここに ある通り、まあ今多分3つのルートが選べるということで、まあ、かぐやルート、やえちゃんルート、にじむルートとあるんですけど、まあ今回は、最初に攻略しようと思っているのはにじむルートを、攻略したいと思っていますので、まずはにじむルート、次からはパート1というところでやっていきたいと思っております。ちょっと短いんですが今回は以上にしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。